尾野高村、尾野の,の高村は、平安時代初期の苦行、文人。三義、尾野峰ねの長男。官位は、十三義、三義。異名はの将校、の最小。その反骨精神から、の京都も称された。小倉百人一種では、三義高村。後任公認六年、八百十五年に、武つ守に任せられた父、峰ねに従って、 道の区国へ赴きキューバを欲くした。しかし、帰京後も学問に取り組まなかったことから、監視に優れ自読を務めるほどであった、峰森の子であのに、なぜキューバの死になってしまったのか、と佐賀天皇に嘆かれた。これを聞いた高村は恥じて悔い改めて、学問を志し、公認十三年、八百二十二年文章正味に、旧大した。順の朝初頭の天長元年。 八百二十四年、巡殺団状に任せられた後、団状小中、大内期、倉人を経て、天長九年、八百三十二年十五位した、太宰小児に除任される。この間の天長七年、八百三十年に、父、峰森が没した際は、哀悼や、近親生活が同すぎて、身体要望がひどく衰えてしまうほどであったという。天長年,年に、 人明天皇が即位すると皇太子、常貞親王の東宮学士に任ぜられ、壇上消失を兼ねる。また、同年完成した礼儀家の編纂にも参画して、その序文を執筆している。上和元年、834年検討福祉に任ぜられる。上和二年、835年十五以上、上和三年、836年生後一下と、にわかに少女されたち。 上和三年と、翌上和四年、八百三十七年の二回にわたり、出版するが、いずれも徒党に失敗する。上和五年、八百三十八年三度目の公開に、当たって、検討大使、藤原常津の乗船する、第一船が損傷して漏水したために、常津の上層により、高村の乗る、第二船を第一船とし、常津が乗船した。これに対して、 高村は、己の利得のために他人に損害を押し付けるような、道理に逆らった方法がまかり通るなら、面目なくて、部下を率いることなど到底できないと抗議し、さらに自身の病気や、老母の世話が必要であることを理由に乗船を拒否した。剣道士は高村を残して6月に都会。後に、高村は、恨みの気持ちを含んだまま、聖堂部台という剣道士の事業を、 引いては朝廷を風刺する漢詩を作るが、その内容は、本来意むべき表現を今日に任せて多用した、ものであった。そのため、この漢詩を読んだ、佐賀上皇は激怒して、高村の罪状を審議させ、同年十二月に、簡易剥奪の上で、沖国への流罪に処した。なお、入るの道中に、高村が制作した、宅公吟七古道十院は、文章が美しく、 趣きが優美深淵で、監視に通じたもので減少しないものはいなかったという。上和七年、八百四十年罪を許されて、平安刑に帰り、翌上和八年、八百四十一年には文才に、優れていることを理由として、特別に、本位、正語位下に服され、行部省有に任ぜられる。上和九年、八百四十二年、上和の変により、道安神王 後門徳天皇が皇太子に立てられるとその、東宮学士に任ぜられ、間もなく、式部所有も兼ねた。その後は、上和十二年、八百四十五年十四位した、倉人頭、上和十三年、八百四十六年検査中弁、ついで差中弁と養殖を歴任する。検査中弁の官職にあった、上和十三年、八百四十六年に、当時審議中であった、前、 安氏訴訟事件を置いて、告発された弁官らは死局を犯していなくても、本来は、弁官の権限外の裁判を行った以上、公務ではなく死罪である、とのみに弁、友野義雄の主張に同意し、告発された弁官らを弾劾する流れを作った。しかし、後年高村はこの時の判断は誤りであったとして、悔いたという、上は14年、847年参議に任ぜられて、 苦行に列す。後、犠牲官として、男女大筆、左大弁、半山白殿子長官、影芳長官などを検体し、下唱二年、八四十九年二十四以上に、除せられるが、同年五月に病気により、官職を辞す。下唱三年、八百五十年、文徳天皇の即位に伴い生四位下に除せられる。人事二年、 八百五十二年一旦病が癒えて、左大弁に復帰するが、間もなく再び病を得て山頂が困難となった。天皇は高村を深く哀れみ、何度も死者を使わせて病気の原因を調べさせ、治療の足しとするために金銭や食料を与えたという。同年十二月には在宅のまま十三位に助せられるが、間もなく皇居。去年五十一。 最終官位は三議左大弁十三位。京都市北区紫の西御所伝町の島津製作所、紫の工場の一角に紫式部のものと隣接した墓所がある。礼儀下の返纂にも深く関与するなど妙暴動に、明るく、政務能力に優れていた。また、監視文では白虚位と対比されるなど、平安時代初期の三直線監視集の時代における屈指の詩人であり、 渓谷集、不相集、本町門水、和官道英集にその作品が伝わっている。また和歌にも火で、古今和歌集、八首以下の直線和歌集に十四首が日衆している。歌集としての商工集、五漢があり、鎌倉時代までは伝わったというが、現在は三逸。書においても、当時天下無双で、草霊の匠しさは、大義志夫氏に匹敵するとされ、 後世に書を習う者は皆、手本としたという。非常な母親孝行である一方、金銭には淡白で、宝禄を友人に分け与えていたため、家は貧しかったという。既得の際に、子息らに対して、もし自分が死んでも決して他人に知らせずに、すぐに葬儀を行うように、と命じたとされる。身長六尺二寸、約百八十八センチメートルの巨漢でもあった。 中記のないものは、六国氏による。中記のないものは、尊卑文脈による。武蔵七党の猪又党や横山党などの武士は、小野高村の子孫を称して、小野にちなんで、野太郎、小野太氏などと称している。また、それからの天下で、八太郎や小屋田と称した者もいる。なお、猪又党や横山党の出自については、小野高村の後裔とする者のほか 武蔵国作りの末裔とする説もある。詳細は、井の島、横山島の各校を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。